への北斗神拳が必要なんだ。涙を笑顔に変えるために。泣き友レイの言葉を背に、ケンシロウは再び間宮の村を旅立つ。次なる相手は聖帝、あの剣王ラオウが戦いを避けた男。民を動員し巨大なピラミッド聖帝十字領を築く暴君。ケンシロウとの死闘でラオウが傷つき、世界の均衡が崩れた今、聖帝を止められるのはケンシロウのみ。俺は逃げる。昼まで北進む。それが亡き友たちに対する手向け、それが明日に苦しむ民を救う道、それが北斗神拳伝承者ケンシロウ。俺を倒そうとする人間には全てこの剣で答えるのみ。ならば答えてもらおう。大剣狂乱の難度。立ちはだかる敵にはこの剣で答えるのみ。ここで来たばりやがれ。そこらに
登れるんでしょうか。